いつかだったのか気がつかなかったんですけど、シャッターを下ろす、なんていうんですかね、この棒が、備蓄する部屋にあったんですね。今、備蓄はちょっと始めてるんですけど、備蓄してる部屋に、これがあったんで、まあ、これも偶然といえば偶然ですけど、まあ、使えますよね、これ。長さ比べてもこっちの方が長いですよね。まあ、先端のシャッターの先をこの穴を引っ掛けるためにこう曲がってますけど、長さ的に十分月に使えますよね。こんだけ距離取れますんで。かなり取れますよ、ね、二刀流でも。まあ、相手との距離を取って、距離を取りながらサイズスプレーを拭くってことは十分できますよね。いいですよね。こういう長いものがあると、やっぱり非常に便利だなと思って。まあ、これが備蓄する部屋にあったってことは、まあ、偶然といえば偶然なんですけど、まあ、逆に、うん、いい意味で捉えてますね、自分は。まあ、非常に、こういう不思議なこともあるのかなとか。だから、今まで全然気がつかなかったんですけど、で、これ多分錆の点からすると、ステンレスじゃなくて、その、スチールですね。スチールなんで、おそらくね、当たればかなりの、威力あると思います。で、当然、周りが取れるんで、侵入者が入ってきた時なんかは、やっぱり、非常にいいんじゃないですかね。やっぱり長い獲物で、こづけるっていうのが。こづいて、サイレスプレー、もしくは、もう一本の方で、思い切り打つこともできますよね。まあ、さすがにちょっと打撃はちょっと難しいかなと思いますけど、やっぱり突きがメインになると思いますね。やっぱりこういうのは突きをメインにして、相手をとにかく近づけさせないということで、突き出すっていいんじゃないですかね。当然、急所の近敵とかを狙うのもできますし、そのままストッピングができますので、ストッピングして、まあ、抜く、もしくは、こっちの方で、例えばわざと掴ませて、手で掴ませて、その手を掴んだ瞬間に、こっちで仕留めるとかもできますよね。やっぱり二刀流で、こう、例えば、こうやって攻めてこられると、まあ、ロボットみたいに。なかなか前に出れないなと思いますよね。まあ、マトリックス番長だったらこう掴めるのかもしれないですけど、やっぱりこうね、先の細いものっていうのを掴むってなかなか難しいですね。で、重さもまあ、どうでしょうね、こっちより若干軽いぐらいですね。なので、まあ、どうですかね、言いますかね。ついてさに、で、一番あればやっぱり一撃必倒ですね。もう入ってきた侵入者とかやらなきゃいけないときは、もうとにかく一発でもう仕留めるといいます。仕留めてこっちでも、いや、もう三発目はないっていうぐらいでやらなきゃいけないかなと思ってますね。で、どうして瞬殺しなきゃいけないかというと、やっぱり相手はサイレスプレーとか持ってる可能性がありますんで、一番はやっぱり警戒しなきゃいけないんですけど、やっぱり相手がサイレスプレーをここから抜くにしてもワンアクションあるんで、もう抜いた瞬間ですね、避けるとか、まあ、何かしらのアクションしなきゃいけないんで、まあ、とにかく一番いいのはもう吹かせないことですよね。もう吹かす前に瞬殺で倒してしまうということですよね。距離取ってた場合は、まあ、もう出した瞬間にこっちも避けるとか何かできますので、どうしてもかけられちゃうバウザーなので、やっぱり距離を取りながら、相手の動きも読みながら瞬殺してしまうっていうのがいいんじゃないですかね。相手を弾き飛ばす、もう一発で決めてしまうぐらいで、
で、とにかく相手がもうサイドスペース出す時間もないぐらいの速攻でもあれなら仕留めてしまうっていうぐらいのあれでいいんじゃないですかね。まあ、距離さえ取れればサイドスペースに避けることができると思いますんで、ジェットミストとはいえやっぱり直線で飛んできますんで、その直線の軌道さえ読んでればとりあえずできるし、最悪の場合出そうとした瞬間をもう押さえてそのまま、あれですよね、仕留めるってこともできるかもしれないですね。まあ、それはやってみなきゃわからないですけど、ただおそらくこれ前言ったんですけど、要はね、前側の人間って持ってないんですよ。ほとんど持ってないと思います。悪魔側の人間はほとんど持ってるんじゃないかと思うんですよね、有効なんで。だから当然自分がもしその襲う側の立場だったら、最近吹いちゃいますよね。吹いてどんだけ強い例えば人がいたとしても吹いてしまったらもう無効化できるんで、あとはもう要はやりたい放題なんで、一番怖いのは武器に自信持ってるんだけど、武器に自信を持っていて、まあ、例えば威嚇するつもりで例えばヌンチャクを振ってたらいきなり出して顔にかけられちゃうとかね、そんなことがありますんで、だから警戒はしなきゃいけないですよね。だからステッキでもそうですよね。これ持ってるから安心じゃなくて、相手がやっぱり自分に対してサイレンスプレー吹いてくる可能性ってのがあるんで、だから絶対相手は持ってるって思って、それをまあナイフと一緒で、もうナイフとセットで持ってると思ったらいいかもしれないですね。刃物とサイレンスプレーのセットで相手は持ってる。こっちは普通は何もない状態でサイレンスプレーを持ってる。相手が来た時に遅れてしまう可能性もあるし、距離が取れないんで、なかなか出すのもあるし。だから逆に言えば相手もその陰徳の方法をたどるほどに隠しているのか、こういうのもありますけど、取り出す一瞬の瞬間があるんで、こっちも警戒はしながら、当然相手が刃物を襲ってきたとしてもサイレンスプレーも一緒に出してくる。まあ副長やってましたけど、こういうふうにやってくる可能性もあるんで、で扉を持ってきたらやっぱりこういうのでも、例えばハンドガンみたいなので来られると、ああいうおもちゃの銃でもやっぱり距離取られちゃうんで、まあ、その時はやっぱり逃げればいいのかなっていう気はしますね。でも、ね、逃げるのもやっぱり難しいのかなって最近思いになりました。なんでかっていうと、だいたい5メーターか6メートル先に自分の方に来るのが約 1.5 秒ぐらい早い人だと、瞬間的に。だから、まあ、構えた瞬間にもうここら辺に来てるってことになりますので、やっぱあとは威嚇するしかないので、入らせないようにね。でも、それと同時にサイレンスプレー吹いてくる可能性があるので、そのことだけはやっぱり頭に入れておかなきゃいけないですね。だから一番いいのは、吹かせないことだと思いますね。近づけさせないし、吹かせない。で、とにかくもう、一発、逃げるにしても、一発入れてから逃げるっていうのが一番ベストかもしれないですね。ちょっとこれ状況にもよりますけど、場所とか。でも一番いいのはやっぱり診察してしまうことかもしれないですね、考えてて。やっぱり今言った空手とかボクシング式ですよね。人それぞれありますけど、やっぱり戦闘モードに入って、来た相手に対してもとにかく突くってことですね。やっぱり距離があるんで。で、気をつけなきゃいけないのは、相手がナイフとか持っても近づけさせることはできるけども、相手がサイレンスプレーを吹いてくる可能性は十分あり得るんで、それだけ気をつけなきゃいけないですね。だから襲撃者は刃物と同時にサイレンスプレーを持ってるって思っていいかもしれないです。最近そう思うようになりましたね。とにかく、ハリガーの方が、その武器に長けてるっていうか、その武器のメリットをよく知っているってことですね。で、善の人間の方は、それ分かってるんだけど、善の心があるから、持てない。で、逆にこういうの使うの卑怯とかね、武器使うの卑怯だから丸腰でいっちゃうとか、そういうのはありますけど、そんなのは通用しないですね。だからとにかく距離は取るけど、相手も距離と突っ込んでくるのはそれはそれでいいんですけど、もしかすると相手もその刃物以外のサイレンスプレーを吹いてきて、なおかつ刃物を襲ってくるかもしれない。
逆にこういうのと催涙スプレーを使うかもしれないですよね。善の人間が本当はそうやってやらなきゃいけないのに、悪の人間の方が自分だったら、もし自分の相場だったら当然オラってやりながら出して催涙スプレーを吹いて無効にして、それからやるって感じですかね。うん、だから気をつけなきゃいけないのは、自分がその武器持ってて、まあ強いんだと、ちょっとやそつじゃ負けないんだっていう気になるのはいいんですけど、もしかしたら相手はもっと長けてて、行った時にいきなり顔に向かって吹かれちゃう可能性ってありますよね。そしたらアウトなんで、だからこっちもその戦闘モードに入って変わってこいやみたいな感じで行くけども、やっぱり頭の中では相手が催涙スプレー吹いてくる可能性っていうのはやっぱりちょっと覚えておいた方がいいですよね。だから相手の手の動きが一瞬でも 出るようになったら、もう一瞬で止めるとかね、止めるとか打ち込むとかして、やっぱり見なきゃいけないっていうことですね。でその打ち込んだ時にもうできたらそれで倒してしまうぐらいで、で逃げるんだったらもうそれ打ち込んですぐに要は逃げるってことですね。まあ例えば昨日いたら物を持ってたらね、投げて反応を見るっていうのもできますし、もし相手がなってくれたらもうそこで突き込む、まあ再スペー出してきたとしても吹かす前にやるとかね、それくらいの、まあ、スピードでやるしかないかもしれないですね、こういうのは。ってことはやっぱ長い方がちょっとまあ有利になりますよね、アスリティの。やっぱりね、このステッキの長さは長いんですけど、この長いやつを持つと、これでもまた短く感じるんですよね、不思議ですけどね。でも、じゃあ、ものすごく長いやつを持てばいいかって言っても、それはまた部品の問題になるので、こう 空間があるんで。でも、こういうのってまあやっぱ打撃って難しいんで、こっちはできますけど、例えば、ね、打撃、まあ、打撃もできますけど、基本的には、距離を取って相手が出す前に粉砕できれば一番ベストですよね。もしくは出させないぐらいの勢いで後ろにドーンってやってしまうか、ドーンと入れてしまって、あとはもう逃げてしまうかですね。そういう感じだと思いますね。とにかく刃物は絶対持ってる、相手は絶対刃物は持ってる、まあ、カラビットでもあるんですけど持ってるというのは一つ、それから再エスプレーは持ってる可能性高いです。いや持ってると思っていいかもしれないですね、やっぱり。うん、だからこういう武器だけで安易に考えちゃうと吹かれちゃう可能性があるので気をつけなきゃいけないってことですよね。吹かれてもしかかっちゃったら、まあもうやられ放題ですよね。もうどんどんやられて丸々にされて終わり。うん、だからやっぱり気をつけなきゃいけないですよね、こういうので持ってても。相手の攻撃の中に合わせてついていくんだけども、出して吹いてくる可能性があるんで、もうそこら辺が臨機応変でしょうね。もう吹かす前にこっちからやるか、二刀流だったらもっといいですよね。とにかく踏み込みでもう相手の出してきた手も粉砕する感じで、顔でもいいですけど、やるぐらいじゃないとダメだと思いますね。まあ、当然それも落ちたいの話ですけどね、大きな苦難になった話です。まあ、そういうところですね。だからとにかくさっき言ったように、刃物は絶対持ってる。これ1ですね。で、2は絶対催涙スプレー持ってる。だから、襲う側は絶対その2つは持ってる可能性がありますね。まあ、接近してないと多分もしかするとスタンガンなんかも持ってるかもしれないですね。とにかく相手の方が長けた武器持ってる可能性が高いですね。いい人ほど持たなきゃいけないんだけど、悪い人の方が有効性は分かってるんですぐ使ってくる、こっちは使えないですよね。本当にこういうね、なんていうかジレンマっていうかありますよね。だと思います。今日は以上です。ありがとうございました。